ドラマ談話室。はい、今回は、あなたがしてくれなくてもの第10話です。キリンチャレンジカップのために15分遅れてます。キリンチャレンジカップのために、夜10時15分から放送になっております。ちなみに、6-0で勝ちましたね、日本が。いやー、まあまあ、強かったね。比較していいのかどうかわかんないけエルど。サルバトルってどこなのか分からなかったけエルサルバトルが一度弱かったのか、日本が強くなってるのか。まあ、ど。久保選手が良かったね。やっぱね。久保ですね。やっぱり、久保選今手やっぱは。し、やっぱキレッキレですよ。ソシエダから。やっぱり。久保選手、三笘選手はですね。で、あらやっすじぱ。いきますね。すいません。どうぞ。ミチとニーナは、転職のために、会社を去る最後の夜、ね、二人の武田玲奈の計らいでラーメンを食べる。あのくだりですね。別れ際、思いが溢れたし、ニーナは未知の手を取り走った。バス停まで走ったところでバスに乗ろうとすると、二人はもうどこにも逃げたくないと踏みとどまる。そしてお互いの家へ戻り、それぞれのパートナーと向き合うの。まあ、ここで離婚をね、お互い言ったっていうところもあって、そうで終わりましたね。終わりましたね。で、その後、その、あ、そ、その後、まあ、その後か。で、帰宅したニーナは、離婚を言って、ミチも話したいことがある、つって離婚してください、つって。で、まあ、ニーナのことは言わないでね。なんかあったの？つっても、誰も、なんもないよ、っていうね。言ってなかったね。で、ようちゃんはやっぱり離婚しないと、話す、ということで、上司から昇進試験を受けないかと打診されたミチは、なんかこう、ちょっと、軽い感じの部下がね、いましたね。一緒に昇進そうね。試験の勉強そうしましょそう。うよ、みたいな。ああ、つって、ね、貸しスペースみたいなところでね、やりますよ、みたいな、なんか。誘われると、そうそう。ニーナが現れる。ね、勉強を教えるっていうことで来てたらしいんですけども、ちょうど二人きまりさにかね、そう。なっまたたニーだナよね。とミチは、ニーナは離婚するとな、な、することになったとミチに伝える。ミチはまだ話し合い中だと報告。お互いが離婚を成立した後のことに思いが行き、見つめ合うね。これどうなるんだって二人。そうなそのの中よ。にニーナの携帯に母の訃報を伝える電話。ほら。大塚いや、ねえね。びっくりしましたね。これはびっくりした。ホーキスのブーツでおっぱい隠してね。昔、やってましたけいどや、も。だいぶ前だな。だいぶ前だよ。翌朝、ミ昔チだ。は、ようちゃんのマンションに戻る。あ、ミチいいっすね。クソしてる途中でトイレットペーパー取ってって、あんなさ、お前取りに行けよ、自分で流して。やっぱ、ようちゃんはやっぱ、なんもできないんだよ。あれ、便もう、器にミクチいなソあいとるだ無理。ろ、まだあの感じ。ミチいないと無理なんだよ、ようちゃんは。しょうがない、これ。で、無上理司だのおから。母さんに、葬式に出るために喪服ね、取りに来たって、道。で、そうようそうちゃんそは違和感。で、ちょっとこう手紙パッて見て、ニーナっていう文字がね、書かれてあるのを見ちゃうね、ようちゃんがね。見たね。っていうところまで見あたら見すた見た。じ。まあ、ようちゃんが、ニーナに会いに行って、もう転職しましたっていう会社の下りから、武田玲奈がね、またね、番号を受け取って、このニーナに番号を渡しに行くっていうね。武田さんがやっぱ武田す玲ごい奈わ。はね、これ全部武田玲奈ですからね、このドラマ。そうね。だから武田玲奈がしてくれなくても、じゃないですかね。武田玲奈がしてくれたからだと思うんだけど。そうですかね。全部して武く田れな玲奈かったらもうさん。何もないから、これ。なんもないから。もう、武田玲奈さんいなかったら2話で終わってますんで。もう。マジな話ね。これもう2話で終わってますから。違う話もになってるからね、これ。う。多分ね、なんか、そうね、もう第2部とかなって違う話になってますね。そうなもんですよう。ね。やっぱ、ようちゃんがね、頑なにやっぱ離婚したがらなかないのよ。やっぱまあ、り。ようちゃんの、まあ、ね。気持ちもわかるね。その、だからずっと、やっぱちょっと、なんつうのかな、マウント取る形というかさ、なんかこう、自分の、まあ、バイクじゃないけどさ、こう、ファッション的な感じの奥さんだったと思うから、なんか言うことはすぐ聞くし、自分がダラダラしてても、なんかちゃんと、
家のことをやってくれるみたいな感じの人で、あんま考えてないんだよ。だからその、未知の気持ちを。だから言われちゃうじゃん、ガンちゃん。未知も言ってたね。未知も言ってたね、最後ね。うん。ようちゃんは、自分の、自分が好きなんだと。そうね。私のことじゃないと。うん、だってガンちゃんに最初に言われちゃうでしょ、だってその、ああ、言わせたね。直接対決があるわけですけども。ありましたね。コーヒーで。ミチさんの気持ちはどうなんですか？え？あれって。ミチさんの気持ちわかるんですか？みたいな。えって。こんな感じになっちゃうよな、でも。そう。ミチが、そっち、あんたの方に行くとでも思ってるんですか？みたいな。いや、それはわかりませんけども、みたいなね。あれもちょっとな。まあ、その中、宇野昌平がね、離婚届を見て、はい、何ですか？どうしたの？はい、急に。どうした？どうしたの？はい。つながってなかった田中さんことは、あっさなかったり、声するけど。田中さんはあっさり受け入れてたなと思ってね、逆に。それは受け入れたよ。だっここて、はすっきり自し分たなでと。仕事できるんだから。ここはまあ、そうね。まあ、予想通りだったんで、こっちは。こっちは予想通り。まあそう、だから宇野昌平がね、離婚届見つけたりとかする中、まあお互い、こう、なんていうのかな、その、まあ、エイタも離婚届にこうサインしたりとかね。まあ、田中みなみからの方、田中みなみの方からね、離婚届出すんだっていうのはあったけど、そうね。結局はで、ね。お互い、こう、なんかそういう、ちゃんと方向が決まったような時に、なんか、全員、こう、悪い方向に行くというかね。いや、そうね。田中みなみで言うと、編集長が外部からやってくるから、自分が慣れないとかさ。そこを目指してたからね。やっぱり目標としてね。田中さんはね。で、なんとね、ガンちゃんが、やっと、未知に来るんですけど、まあ、離婚するということでね。はい。未知がい離婚やしましたって言ったところ、日にー。ね、その、お好み焼きで、はいって言った後、水族館で来るんだけども、未知がね、一人で生きていきますっていうことで断るんですよね、これ。そう、まさかのね、ま振るさのかの。よ。そんなことある？今までさ、今までね、めっちゃなんかね、求め合ってきたじゃない。そう、いやいや、あれ、ガンちゃん、そりゃナイズだぜ。そりゃナイズだよ。びっくりしたんじゃない？一番びっくりしたんじゃない？ガンちゃんが。ええー、って。まあでも、いびっきくなり。り別れて、ガンちゃんとくっついたらこれ、まあ、エイタにも相当な悪い引け目感じるよって思もするけどね。的に。それかなんか、世間体の、脚本上、なんか、そのままね、すぐ付き合って、なんか、結婚とかすると、なんか、叩かれるから、一応割と、一回やめたのかなとかね。そういう、まあ、ほいほい言っちゃうとね。やまあっでも、ぱ、ガンちゃんはちょっと焦りすぎだよね。なんかその、確かに。離婚しましちょったっとてお好み焼き聞いた瞬間さ、あ、早い。この後用事ありますかって言って、水族館行って告るって、ちょっとわけわかんない。もう早すぎだろっていう。ちょっと、そう、大学生みたいな、スピード感でしたね。ちょっと早いね。感じと、まあ、そまあ、んな中ね。童貞でしたね。そんな中、エイタは、カキピーの入れ物の裏にね、未知の言葉を見つけるっていう。やっぱりそういうじ、あの、事件もありますから。やっぱ、ようちゃんは食べ過ぎね、注意未知いとないね。と、ようちゃん未知がいないと、ようちゃんはね、やっぱお菓子ばっか食ってんのよ。本当に。カップラーまあメでンとも、か。ああ、大丈夫かな？ダあメのだまま一人よ。で、なんかタイマーとかやったりしないかな？大丈夫かな？いや、これほんとさ、弟さんだったらやばかったな。このドラマ。相手が。マジで。これはやばかったわ。やばかったね。兄でよこかっれ。たっていうね。兄でよかったっすよ。これは。私は絶対許さないから。いや、言ってたけど。
言ってたけど、コメントで。あ、ありました。永山絢斗と広末涼子がロマンスを演じた NHK 呪いのドラマが怖すぎる。はい、ありましたね。はい。結構別に怖すぎねえ2014よ。年 NHK で放送された。俺は別に大丈夫だ聖ろ。女が。はい。これが、あったらしいです。はい。俺は大丈夫。いそれは大や丈夫。それより、広末が、占いの、番組出た時の、占い、はい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 。2022年以降はすごい、なんだっけ？なんか輝くみたいな、全部外れてたみたいなのありました。あるっていうか、言われてますよね。絶対当たる占い師が。最悪だな。でも、ご奉仕の年になるとか言ってて、で、ご奉仕をすればするほど金を生むみたいなことを言ってたんですけど、ああ、スプースってことか。要するに。ご奉仕したかしてないかわかんないけど、なんか、すごいお金取られることになっちゃいますよね。そうだね。違約金とかね。いや、すごいよ、これ。CM4 本で、雑誌、で、映画の予定、全部もそこまでかね。う。いや、でもやっぱ、クビレベルよ、これでも。正直。無期限禁止じゃなくて。くびマれジる？で。何？首になってもおかしくないですよ、だってこれ。事務所に嘘ついてたんだし。ね。最初だってやってないって言って、でも首じゃないからもうちょっと甘いなと思いましたけどうでもよくね、それ。いやー、よくないよ。やっぱ。そうなの？これではもどま、ど、うん、ね、いや、でもあの、はい。広末さん、広末涼子だったらちょっと、いやな、そういう感じになったらちょっとこれは考えちゃうのともあるけどね。再生いてもキモいね。な。いや、広末涼子だぜ。まだ広末これはにしても、あなたがしてくれなくても状態だったってことなのかもしれないね。これは、ダンスはうまく踊れない。いい感じの踊れうるまね。い歌で締めてきたな。似てるね。やっぱね、いいんですよ。ね。はい。じゃあ、来週最終回です。これあ、あが、りがとうございます。結局どう思う？再婚？それない？お互い。元さや。いや、未知は一そ人れで生ない。きるって言ったんだから、もう多分ぶれないと思うし。ああ、なるほど。で、ガンちゃん、田中みな実さんも、じゃあやっぱやめますみたいなのもなし。ガンちゃんみなみはちょっとわかんないね。まだ。わかんない。ああ、でも、確かに、ミッチはもう、なんか、確かに誰とももう付き合わなさそうだよね。あの感じだとね。確かそうだね。ほら、田中みなみがもう編集長になれないから、もう多分、仕事にあんま興味なくなる可能性もあるんだって。ガンちゃんのところにまた戻ってくる可能性もあるなるほど。し。確か。じゃあ、この二人はちょっとわかんないというとこですかそう。ね。で、エイタはやっぱ、宇野昌平もやっぱ、離婚すると思うんですよね。ああ、なんかそうね。ちょくちょく出てるもんね。確かに。そう。で、マジでね。エイタと、なんか、ルームシェアするんじゃない？いや、まあ、していいだろうけど、別転がり込むじゃない？あの家に。に。吉 野さんが。そう。で、さすが。たまにミチも遊びに来て、こう、コーヒー入れてもらうとか、そういう友達関係になるんじゃない？わかんないけど。なるほど。それで、終わりか。そうそう。なほな、る行こうほかも、ど。来たりとかして。ああ、いいですね。で、最後焼肉もシーン終わるんじゃないか？あそこの。ああ、そうだね。お店焼か肉で、もうら。一回やっ焼て。肉食べて、ガそうンちだゃんね。夫婦もやそう。ってきてね。やってきて、6人ぐらいで 焼肉食べて。あ、いいと思いまで、すよ。ね。あ、これで、だ。終わる。いい感これだっじ。たな。で、家出たら、2060年だよね。混ざってんだよ。ドラマ混ざってるわ。あれ？どこ？ここ？みたいな。いい、ね。なんもなかった。いいのよ。そうですね。ということで、まさかの、ガンちゃんがミチに断られるという第10話でした。ありがとうございました。